2020明治安田生命 J1 リーグ第12節清水エスパルス対横浜 FC。 では両チームのスターティングメンバー、まずは清水です。ゴールキーパーは梅田、ディフェンス金井、バウド、竜田、ファンソッコ、中盤はヘナト、後藤、竹内、そしてフォワード3トップ、金子、カルリーニョス、ジュニオ、西澤です。続いて横浜 FC のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは南、六段が契約上の理由で外れて南が3試合ぶりの出場です。ディフェンスはマギーニョ、イノハ、カルフィン、ヨンガピン、袴田、そして中盤松浦、佐藤、手塚、松尾、そしてフォワード2トップが皆川と斉藤光輝です。長いボール、裏を狙うようなボール、マギーニョ、その前にファンソッコが対応します。さあ松浦、クロスが入ってくる、ヘディング、ここはポスト、もう一度いい形でクロスが入って、最後ヘディング。さあヒールで連携を使っていく斉藤光輝、3試合ぶりの先発で結果を出しました斉藤光輝、今シーズン3点目。ボールの軌道を見るとなんか当たったかもしれませんけどね。ファーストの背中に当たりましたかね。そうですね、リフレクション、軌道が変わったかもしれません、うん、横浜 FC にとっては喉から手が出るほど欲しかった先制点。先制ゴールが決まって1点リードでこのアウェーゲームを戦っている横浜 FC です。ここはどうか、後藤シュート、ナイスセーブ、よくやってましたけどね、一瞬の隙を狙っていった後藤。カルリーニョス、西澤から遠いサイドヘディング、これも決まらず、先ほどは1対1のプレー、そしてクロス、さあそしてヘナト、パスを出して金子、どうだ、1対1同点。金子の今シーズン3ゴール目が決まりました。ここもヘナトがよく狙ったところから、ショートカウンターですけども、スペース見つけてディフェンスから離れたところに速いボールが入りましたし、コントロールからシュートまでが非常に速かったなと、低くて速いボールをいいところに蹴りましたね。1対1、清水が追いついたこの前半、さあ皆がヘディング、あっという間の勝ち越し弾、皆がはこれで2戦連発。佐藤がフリーになって少し引きつけてもう一度外に持ってったんですけども、その時に流れしっかり駆け引きをしてましたし、クロスの質とそこに飛び込んでいくやっぱ勇気の部分もありましたので、清水はやっぱ前節も含めて、今日ちょっとクロス対応のところは課題としては出てると思うんですけども、ターンをして中に入れていく金井です。さあここに皆川ワンタッチ、さあどうでしょう、さあ前にはスペースがあるが、そのままドリブルでいってもいいですね。さあ厚みを持たせる横浜市、さあ抜いた、中に入った、シュート決まった、ガッツポーズは松尾、これ多分コントロールがちょっと大きくなった時に岡崎が近づいてきたんですよね。でこの距離を見た時にいけると思ってボールをつついてるんですけども、岡崎からすると松尾のドリブルが少し大きくなった時にいけると判断したと思うんですが、はい、自分が到達するより前に松尾にボールをこうつつかれてしまいましたので、タックルもできなかったのかなと。そのボランチの一角、竹内からのパス、そしてファンソッコ、西澤、そしてパスを出してカルリーニョス、強烈なシュート、はい、4試合ぶりの先発となった手塚のキック、ニアサイド、キーパーナイスセーブでした。ドゥドラから前へ、ティーラシン、
落として、そしていいところにボールが出た。竹内からグトラ、グトラ運んでいって、グトラ狙っていった。最後は南の好セーブ。前節の横浜 F マリノス戦は2度先行されて2度追いつくというような粘りも見せていました。竹内、竹内シュート、おー、キャプテンの意地、竹内のゴールが決まりました。竹内2018シーズン以来、これ2年ぶりの得点ということになります。まだありますね、ですね、鈴木から金子、長いボール、ゲット、さあ終盤の勝負どころ、デュトラが行くが壁に当たる、これでタイムアップ。横浜 FC クラブ記録更新の3連勝達成です。そして13年前の J1 リーグ4勝に12試合目で今シーズン並んだというような結果になりました。